が非常に強力で遠心力を伴ってパワーアップしたハサミには重量級のポケモンでもたやすく吹っ飛んでしまうほどじゃ。ただしこのハサミ体に比べてあまりにも大きいためバランスが取りにくくスピードに欠けてしまうのが難点じゃな。ではここで一句。キングラーグラグラ揺れて横歩き。みんなもポケモンゲットじゃぞ。